はい、どうもこんにちは、クレイです。プロ野球 VS やっていきましょう。昨日の動画に引き続きね、あの2日連続でプロ野球 VS の動画になるんですけれども、今全国リーグをまあいろいろな地域、まずは2連勝ですね、全地域2連勝を目標に、やっておりました。途中でですね、このハイライトボーナスで期間限定アンビシャスパックの第5弾が、来ました。でスロットがいっぱいで受け取れなかったんですが、まあ石がねちょうど104個あるので、まあ、昨日の動画の残りですねから、50個使ってこのパック開けたいと思います。で、まあ、バーサスの動画ね、あの昨日久々にアップしたわけなんですけども、結構ね、好評をいただきまして、これからもバーサスの動画たくさん出してくださいとか、生放送やってくださいというコメントをねいただいたので、ちょっと引き続きねバーサスの方も頑張っていきたいなと思っているところでございます。まあ引きたいときは引きときなので、このスカウトやっていきましょう。で、まあ一番の狙いはこの岩隈選手ですね、なんといっても。で、まあ今宮選手昨日の動画でゲットしましたので、まあ他で言ったら大谷選手、投手欲しいので大谷選手も OK、ペゲロ選手、松山選手あたりも、まあ野手として全然 OK な能力ですし、まあ足立選手という戸柱選手に関しても、その野手ベンチ枠まで含めたら全部全然 S ランクではないので、S レアか、S レアではないので、まあ本当に S レアが来てくれれば全然 OK かなという感じでございます。いやー、一発岩隈選手引き当てたいですね。行きましょう。まあ実際このバーサスジュエルも、まあ使い方難しいところがあって、まあこの期間限定パックが、まあ試合後とかに登場した時は、まあ基本的に50個突っ込んでいこうかなと思ってますが、まあ今後どういう感じでね、バーサスもやっていくかってところでいろいろ考えていきたいところであるんですが、まあ今回ちょっと勢いでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。金2枚。おお、金2枚来た。よし。ワンチャンありますよ。とりあえず S が欲しいな。まず1枚目。エーレア内海。さあ、ここが勝負です。S、岩隈。うわー、原口選手。まあ、持ってるんだよな。この2枚、どっちも持ってるんですよね。ボックスに、プレゼントボックスにありますね。はい。まあ、原口選手も悪くはないんですけどね。内海選手に関しては使ったことないけど、どうなんだろうか。はい、ということで、まあ、残念ながら期間限定のアンビシャスパックからは、今回は出ずという感じでございました。ちょっとね、レート、とりあえずまず2000を目標にしたいんですけど、ちょっとずっと、まあ、最初初期にやってた頃にもうめちゃめちゃ監督モードで負けまくってたので、めっちゃ低い状態なんですよね、なんで再開した時点で多分1300とかでクソ低い状態から、ちょっと今やり直してるような状態ではあるんですけど、とりあえずまず2000まで上げたいなと思っている状態でございます。2000まで行くとパック開けるために必要なそのスカウトポイントというかがもらえる幅が変わるみたいなので、まあ、そこを目標にしたいですね。はい。まあバーサス自体がこのレーティングっていうものはもう目安というか、まあ、マッチングする際の目安値でしかないというか、まあ、レーティングよりもどっちかっていうとチームソウルなのかなと。レーティングの部分もこうパック、まあ、勝ってね連勝記録伸ばすためとかにレーティング下げる人もやっぱいるみたいなので、まあ、レーティングよりかはチームソウルを上げていく方にちょっとね尽力していきたいなという感じでございます。はい。いやいや、この試合めちゃめちゃ激戦だったんですよね。1対2のサヨナラ負けだったんですよね。延長4回タイブレイクとかまで行って、まあ、そんな感じだったんですけれども、昨日の動画からですね、まあ、オーダーの方ちょっと見せたいと思うんですけれども、まあいろいろ模索はしてます。梶谷選手の A を育てまして、結構強いんですよね、梶谷選手の A ランク。いや、ライトで使ってたのが、まあ、坂口選手だったんですけど、まあ、守備全部 A っていうところが使い勝手いいんですけど、まあ、ちょっと打力がねっていうところで、まあ、守備とかに関しても梶谷選手の方が上かな、あ、守備は D か、ただでも走力とかね考えると梶谷選手の方がいいのかなっていうところで、まあ、ちょっと一旦入れ替えてみてます。はい。だキャリアハイもねまだ全然やりきれてない部分が多くて、まだ全然レベルマックスまで上げられてないんですよね、っていうところがちょっと痛いんですけど、ただ今宮選手、昨日当てた今宮選手は77レベルまで持っていきました。昨日からだいぶ多分チームソウルも上がってるんじゃないかな、2000ぐらい上がってるかなと思います。はい。で岸選手に関してはレベルマックスまで持ってきましたという感じでございます。まあこれ多分ピッチャーもメインに変えるとどうだろうな、まあ、メインに変えてもそんなでもないか。石川選手をねキャリアハイやったら一発で70までいけたんで、まあ、キャリアハイもちょっとどうやってやっていくのが、まあ、一番賢い方法なのかなっていうのもちょっとわからないというか、まあ、ぜひちょっとその辺ゲームの仕組みも含めて教えてもらえたら嬉しいなという感じでございます。まだまだ VS に関しては僕も
解説ができるほどの知識はないんでね、まあ、最初ちょっと結構やってたんで、その最初、本当の最初の最初、バーサスがリリースされた頃に1本か2本ぐらい解説動画チックなものは出してると思うんですけど、まあ、ちょっとここ数ヶ月はね、ほぼほぼもうログイン勢とか、ログインもほぼしてなかったかな。まあ、本当動画撮りたいなと思った時は、やりたいなと思った時にやるみたいな感じでしたね。はい、という感じなんですけど、今の僕のオーダーがこんな感じで、メインで組むと、まあ、チームソウル18,585か、いやーまだまだ低いですね。レート2000まで行くにはどれくらい必要なんだろうか。まあ難しいですけど、まあ、2万ぐらい欲しいのかな。まあ、ちょっと引き続きキャリアハイ頑張っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、上級行ってもなかなか10レベルずつぐらいも上がるか上がらないかぐらい、まあ、この菊池選手は結構うまくいって一発で96まで行ったんですけど、一発っていうか前の動画から一発で96まで持っていけたんですけど、菊池選手の守備 A、 そして今宮選手のショート B っていうと、この二遊間最高だなと思いますね。まあ、打力考えると坂本選手欲しいですけど、坂本選手確か2突まで持っていかないと守備 B に乗らないと思うので、そうなると今宮選手のこの使い勝手の良さはかなりいいなと思いますね。はい、まあ、打順とかに関しても難しいんですけど、まあ、こんな感じで組んでまして、で、まあ、大野選手のところを回ってきたら代打出すような感じですね。まあ、島選手がいるので、島選手を控えに置いておいてることによって、まあ、代打で内川選手とかビシエル選手とか出せるような感じです。はい、亀井選手とかもね、まあ、一応、まあ、これも難しいなと思ったんですけど、 A ランクの被り、 A レアの被りはどうするべきなのかなと、まあ、覚醒させちゃっていいのかなっていうところで、まあ、2枚打ち込んではいるんですけど、でも亀井選手もそんなに能力が高いわけでもないので、まあ、どうなるかは微妙なところ。まあ、今後オーダーから外れていくとは思うんでね、もちろん原口選手とかも、これ最終能力どんな感じなんだろう、ちょっと見ますか、せっかくなんで今回当たった選手たち、選手名鑑メニューですね、メニューの選手名鑑、これバーサスの場合当たってない選手見れないっていうのはちょっと辛いかなと思いますよね。まあ、新選手としてね、あのお知らせに出てるときは見れるんですけど、もう13とかこう金になってるところ、もう当たってないものは見れないので、それがちょっと辛いなっていう感じかな。何を見るとしたんだっけ、原口選手か、原口選手、まあでもこれなら内川選手が揃ってた方が良さそうですね。うん、まあファーストは結構いるんでね、私キャッチャーも別に困ってないので、まあ、原口選手 A レアの中では悪くないぐらいかな、位置づけとしては。で、宇都宮選手はどうだろう、宇都宮選手、宇都宮選手はまあ悪くないのかな、変化球見ても結構良さげではありますけどね、スラーブ系とかスクリュー系とか結構打ちづらいですもんね。だしツーシームチェンジアップ、まあ球種としてはかなりベストなのかなという感じはします。はい、ただでもちょっと防御率とかこのシーズン成績があんまり良くない分、まあいろいろ基礎値部分は若干低めなのかな。でも田口選手と比べても、ああまあ時給は B か、田口選手は結構 A レアの中でも当たりって言われてる選手だと思うんですけど、まあそう比べてもそんなに悪くはなさそうだなとは思います。ちょっと揃えてみようかなと思います。まあ、先発何枚あっても嬉しいんでね。で、このマイクラス選手がめちゃめちゃ強いんですよね。まあ、これフルマックスまで覚醒させた時の能力ですけど、もうすでに強いんで、マイクラス選手の突とかも今後しっかりしていきたい。やっぱりこのゲーム覚醒なかなか大変ですよね、序盤は。B ランクとかも、 B レアか、 B レアとかもやっぱりこのキャリアハイやるためにコインに費やさないといけないので、まあ、その辺がなかなか難しいところですね。浅村選手とか育てきると、いや強いな、しっかり育てきりたいなというところですね。レベル100までしっかり上げようかな、とりあえず、とりあえずレベル100までしっかり上げようかなと思います、各選手。てか田畑選手も強いな、田畑選手強い。 A レアで当たり、あ、竹熊選手とか持ってますけどね、リリーフで貴重に使わせてもらってますが、まあ、A レアもまだまだ持ってない選手多いですね、こう見ると。岸選手も強いんだよな。島選手が微妙って言われるのは、この多分送球とかなんですよね、肩の部分が。肩の部分がさせないって言われてたような気がします。で、塩見選手も強いんですよね、制球 B。やっぱ A レアで B 乗ってれば強いのかな、全体的に見ると。あ、でも岡島選手も強いな。
まあそんな感じかな。じゃあとりあえず今の疑問というか今後どうしていくかっていうところは、そのエイリアがダブった時にどうするべきなのかなっていうところですね。まあでも今の僕のぐらいのチームの弱さだったら、まあぶち込んだ方がいいのかなと思って、とりあえずぶち込んだ選手は何枚かあるんですけど、あ、ビシエド選手も強いな。ビシエド選手今一突なんですよね、多分今ベンチにいるのが一突。はい、大野選手も強い。大野選手も2枚ぐらい持ってますね。あー、ゲレーロ選手強いな。まあそんな感じでアンビシャスヒーローは1枚も持ってません。そう、田中健介選手もね、とつったんですよね。大野やっぱ選手、大野選手の方がやっぱり島選手より良さそうですもんね。なんで、まあメインキャッチャーは大野選手で使っていくのがベストかなと思ってます。はい、加藤選手もね、意外といいんですよね。意外とって言ったら失礼か。持久 B、 まあでもエスレアの中だったら微妙なのかな。うん、本当にエスレア当たるだけでもかなり嬉しいので、何枚あっても嬉しい。でも丸選手が圧倒的に強いですね。僕のチームには欠かせない存在になってますという感じでございました。まあざっくりではありましたが、ちょっといろいろ今のオーダーの話とか、まあ、僕が使ってる選手のお話でした。まあ、ちょっとね、バーサスやってないよっていう方でも結構動画見てくれてる方もいると思うんですけど、まあ、これでね面白そうだなと思ったらぜひともね、僕もまだまだビギナーなのでぜひちょっと一緒に頑張っていきましょう。まあ、今後なんかちょっとトップ層までね、まあ、プロスピエースと、まあ、他のゲームとかいろいろ含めてちょっと、まあ、なかなか厳しい部分はあるんですけど、まあ、ちょっと上位を目指して頑張っていきたいなと思っている感じです。はい、まあ、一応せっかくなんでこれも出しておきますか。キャプテン山安です。プレイヤーコードこれ見えるの、まあ、見えるか。 B6P2DWJCFC というプレイヤーコードでございます。まあこれで検索したら多分でフレンドになれるのかな。フレンドっていうか、まあフォロワーになってもらえるのかなという感じでございます。今現状フォロワー様が262名です。まあぜひともちょっと気になった方はフォローしていただければ嬉しいです。はい、まあそんな感じで今回はねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、ちょっとこのアンビシャスヒーローパック引いたよって方とかね、僕がこの動画の中で変なこと言ったらぜひコメントでご指摘いただければ嬉しいです。はい、まあそんな感じでちょっとプロ野球バーストの方もしかしたら今日生放送やるかもしれないです。ちょっとキャリアハイとか生放送でやった方がまあ面白いかな。一人で黙々とやるより生放送とかやった方が面白いし、まあバーサスの方々ともねちょっと交流できたらいいなと思いますので、ぜひともねプロ野球バーサスの生放送も見たいよって方はグッドボタン、チャンネル登録を押していただけると嬉しいです。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回のプロ野球バーサスの動画でお会いしましょう。さよなら。